ユニバ、今だ、痛いの行くわよ。カークイーンオブアイス、エイレカよ、私に力を。アイスブルレイン、はい、アビスインパクト、待ったはなしよ。グレーシャーエンド、いつも通り行く。プラネットマルスセット、ダイラスレッドデルタ、行こう。バーミリオンイーター、命中確認、練習通り、ね、手応えありです、うん、私はただしびれろ、インパルスアイリス、おす力を貸して、エレキハイドランジア、ヒット確認、ガンガン次行くわよ。宇宙の果てを見せる、死ぬとはビーナスエクスタリバーこのまま行くわ、やっちゃうよ。クイーンオブアイス、フィニッシュ、エウレカよ、私に力を。アイスブルレイン、さすがです。はい、アニマさんと小春子さんの協力も得て、おー、この前のこれですね。暴走したという機械の残っていた証拠も合わせて分析し、私なりに推測を、結論から言うと、このガーディアンには目についた存在すべてを排斥するプログラム、随分乱暴なのね。それとフィーニスの塔のガーディアン、ガーディアン M型2号、こんなフォルム、なんとなくこんなのだったと思うけど、じゃあこんな、ガーディアンはモンスターと融合させられた形態だったということ、うん、つまりリクリフィーニスの塔を汚染している正気は、うん、うん、遺伝子、食品ではありません。アステラも、濃度の違いはあれ、深く進めば進むほど不可逆な、なのでその場でガーディアンを破壊したのはせ、より構想はもっとひどいかも。怖っ、いつも身近にあったのに。基本的には聖騎士であればただならないイレギュラーが生じている恐れはあります。平気でない場所だってあるかもしれません。でも登らなきゃダメよ、だってあの守護天使さんだって頂上を目指せって言ってたし、それに上の方からずっと、それについてはよくわかりませんが、例の正気の危険性については忠告しておきます。もし高濃度のリクリエ正気に侵されれば、でもまた入れなくなっ、もうこの二人、少しは物おじした方がいいと思う。うん、あまり長いしなければ大、もう結構進んできたけど、
まだ大丈夫。ええ、でもって、ま、ん？それも、例の日誌。ええ。高の月14日、地の伝道を司りし魔族と初の開口を果たすと、あ、これはさっきの出来事ね。その後、私たちは市街に出没した星雲荘を撃破する。最王に待ち受けていたのは大豚のごとき大怪獣。聖騎士の勢力は日に日に高まっていた。これよりしばらくは目立った巣の出現もなく、平穏な時が続く。魔王の力は未だ眠りの中にあるが、焦る必要はない。彼の力は星雲荘の解放を通じて着々と育っているのだから。彼ならばきっとこたびのリクリエにも対抗しうるだろうね。このように未来の日誌にも今日の、なんか予知しすぎてて怖いんで。まあ不穏なことが書かれて、実際なんだかんだで敵、うん、昨日の土砂降りも一昨日の地震だって書かれてあったんだから、これさえあれば私たちは無敵よ。いつか私の真の力覚醒エピソードも書かれて、欲望ダダ漏れになってますよ、まとえ戦。から被害が広がり、本当だっていうか、どこか他にもえ、うん、あらあら今日、うん、モンスターたちが集まってる。うん、闇夜に紛れな、うん。
面識ある？うん、さあ皆の衆、さすがでござる。聖騎士、流星ライダーアポロは確か、そういえばマトイちゃん弟がいた。好みは大した戦よい。アポロはテレビ番組だって言ってたけど、あれは知らない。女の子の方だけ、よっ、無論だ。次に君やってることは真逆だ。そんなことはありません。木の実黒と、つまり
ごめん。ユニすごいか。宇宙の果てを見せてあげる。戦闘は任せなさい。乗車機ビーナスエクスカリバー。こちら早く一番星。ディバインスビアコース。クイーンオブアイス。このくらいのアナイスの力思い知れ。ピザテイクリストーロー。なかなかやるな。いつも通り行く。プラネットマルス。これだってレッドデルタ。このくらいの力だ。行こう。バーミリオンイータ。中確認練習通りね。手応えありです。いいんじゃないかな。私はただ普通を突き入れろ。インパルスアイリス。このくらいで温めたデートを見せる。マークチェンジ。ヒット確認。一気に攻める。今だ。拳アビスインパクト。このくらい信じてくれる人のためにも。サタニックブレイス。修行の成果だ。メテオクラッシュ。そうは感じたことない。ねじつけてやったわ。これ好き。このまま行くわよ。やっちゃうよ。とはクイーンオブアイス。エイロです。私に力を。アイスクルレイン。ざっとこんなにだよ。今だ。ついてきてくれる。拳アビスインパクト。ビビビビ。これ好き。信じてくれる人のためにも。サタニックブレイク。レッドデルタ全力でいく。カオステンペスト。なかなかやるな。次は本気を見せて。これで私と捨てたって許さない。何かやろうとして。させませんよ。させません。遅いぜ。くらえ。これは流星。ロジャーです。防護テリトリだったのかし。
ただの少女では。私はやれる。ねえ、お姉ちゃん。の月人間界に刺して書いてあるけど、その後ええ、魔王として私は近くで。そういうやつ。あんたは冷静さと、ちょっと息抜きに。あれ？おとといは生意気なちび子供の仕業だった。ドカーンって剣をモンスターまで。なるほど、運命を書きか。ま、つい流星ライダーアポロ。あ、いえ、そうよクロト。ピアナって昔からなんかは私は子供の頃何それお姉さん、そう、ピオナ。あ、もし、いたらもっとは、ええ。ソフィアちゃん。それより、お、この壁画が嘘っぱちだ。いえ。二宮会長。
な。よくわかりました。うん。再びあの地へ向かう。はい。確かに。フィーニスの塔で。とはいえ。いいえ、行くに決め。先日の事件の。よーし、揃ったわね。うん、誰も見てな。でも背に腹は。キリカは今日。ニャリオンはきっとサボって。そうね。少々お待ち。うん、よろしく。私は司書のヴィステリア。